こんにちは、アマークの草直子です。今日はこの時期ぴったりの1枚で決まるし、コーディネートの時短も期待できるし、かつ着痩せ効果も高い、そんなワンピース、ランキング5をご紹介したいなと思います。ぜひ最後までご覧ください。着痩せワンピース5位はエリオポールのこのメッシュのニットワンピースです。なんか黒って重いっていう印象が強いじゃないですか。で、特にこの長さがあるとかなり重たくなってしまうんですけど、これはメッシュ素材なので軽いっていうところが着痩せポイント大のところです。で、軽いっていうのはイコールヘビーの逆、ライトなので、ちょっと全体的に重たげに見えるなっていう時は軽い素材を選ぶっていうのがおすすめです。でね、他にもサイドにスリットが入っていて、下にこういったニットパンツを合わせられたりするのもとても合わせやすい。そしてね、結構深く入っているので、これもね、軽やかさの秘訣なんですね。で、そして腕の部分もちょっとこう V に軽く開くようになっているので、首周り、顔周りをほっそり見せてくれるっていう効果もあります。で、ノースリーブなんですけど、ちょっと二の腕にかかるぐらいのしっかりとここに幅があるので、例えば二の腕全開にしたくない、肩も全開にしたくないっていう方にもおすすめのワンピースになります。ゴールドのちょっとこうラグジュアリーな、ジュエリーを合わせました。そうすることによってドレスアップにも触れるので、結構汎用性の高いワンピースってことが分かっていただけるかなと思います。第4位は大好きなカフタン型のワンピースになります。リヴァンというブランドでね、レバノン発のブランドだそうです。それを聞いて私も納得がいったんですけど、こういったカフタン型のワンピースっていうのは直射日光が当たってとても暑い国で、男性もよく着てるのをイメージできると思うんですけれども、風が通って実は涼しいのと、あとはじりじり照りつける太陽からこう守ってくれるっていう服なんですね。ということは自分と服の間に、かなりこう余裕がある、ゆとりがある。で、それって実は着痩せのポイントで、体とフィットしていない少しタイトめのものを着てしまうと変にシワが寄ったりとか段差ができたりとか、それがシルエットとしてはストレスになってしまうことが多いんですね。なので、例えばこういったデザインのワンピースに関しては一つサイズを上げてみるとか、自分と服の間に少し空気が通る通り道を作ってあげるっていうこともすっきり見えるポイントかなと思います。ひよふち立てになってるんですが、ボタンがちょうどそうだな、この足の付け根ぐらいまでは開くので、例えば止めて着るともうちょっときっちりとした着こなしになります。で、ある意味首が詰まって見えるので、首をすっきり見せたい場合はここを開けて狭くて深い V を作ってあげるといいと思います。で、ハットをかぶって大きなカゴバッグを持って、グラディエーター風のベージュのサンダルを合わせて、まさにリゾートで例えばディナーに行くとかランチに行くとか、そういった着こなしをイメージしました。オリジナルのワッフル素材のようなワンピースです。これ色違いのちょっと形違いを私実は持っていて、なんかね、すごい不思議な素材なの。ちょっとドライタッチで着ていて心地がよくって体に張り付かないので、それもすごく好きなポイントです。あとはスキッパーのようなこの V のデコルテのライン、デコルテを V に縁取ることによって首が長く顔がシャープに見えます。で、襟もついているので相対効果で首が細く見えるっていう効果もありますね。で、あとはね、こうやって切り替えが逆 V の形でフロントにもバックにも入っていて、で、かつ自分のウエストより少し高めの位置から入ってるんですね。なのでこれもまたすごい視覚効果、逆 V が体の中心に入ることによってキュッと下半身を細く見せてくれる、そしてウエスト位置を高く見せてくれるっていう効果があります。で、合わせる小物、靴やバッグや、バングルなんかもちょっと迫力のあるもの、大きさのあるものを
選ぶと、このワンピースのこのシンプルな美しいラインが生かされるかなと思うので、細かいものをいろいろつけるよりも大きなものをポンポンポンと足していった方がおすすめです。はい、2位はハーベルスタジオのブーゲンビリアの花のようなワンピースです。これすごくないですか。動いた時が本当に綺麗で、大人の女の人の体って当然こう立体で、ある意味丸いところは丸くなってくるんですけど、これ理想の立体感を作ってくれてるんですね、服が。でそれどういうことかっていうと、本当にシンプルなデザインに見えるんですけれども、一番大きいのはこのサイドの切り替え、わかりますかね。こんなに台形の生地をサイドに使っているので、だからこそのこのゆとりと風が通る感じと立体感になるんですね。あとはここサイドにタックが入ってるのがわかるかと思うんですけれども、横から見た時の背中の丸みだったりとか、あとはこうヒップの、もたつきみたいなものをこれが軽減してくれるっていう、まあなんて素晴らしいワンピース。そしてこのブーゲンビリアのような鮮やかな色も、着る人を、シャンと、そしてこう存在感をパッと際立たせてくれるので、そんな色の効果もあるかなと思います。そして横から見ると分かるんですが、前後寸があるんです。前が少し短く後ろが長くなってます。なので前から見た時の足元の軽やかさだったりとかが生かされるので、それも着痩せポイントの一つかなと思います。でコーディネートなんですが、もうとにかくこの色を生かしましょう。なので黒をあえて合わせず、ヌーディーなサンダルと、あとは白のバッグで、ジュエリー もう最低限でいいかなと思います。シルバーを少し効かせるぐらいで完成する本当に優秀なワンピースです。栄えある1位はアストラットの白いワンピースです。かなり着痩せ効果がこれ高くって、まず1番目は本当に見てて分かるように、このフラッシュですね、二の腕、肩、そして二の腕の後ろがちょうどシャープに隠れる、袖とも飾りとも言えないこのフラッシュがすっごい優秀だなと思いました。なのでどこから見られても、緊張せずに着られるワンピースです。あとはこの顔周りデコルテの部分の四角い切り替え、この長方形がいくつかこう重なっているようなデザインは顔周り、首周りをシャープに見せてくれる効果があるので、こちらも着痩せ効果としてはすごく期待できるなと思います。で横から見た時、後ろから見た時、ウエスト位置が少し高めで絞られていて、後ろにもかなりスティッチが走っているのがお分かりになるかなと思います。こういった派手なディテールではないところがいろんなところに施されているので、着痩せ効果が抜群に高いワンピースだなと思います。で白の明るさ、爽やかさを消したくないので、ベージュ、ブラウンのトーンで揃えました。そして大きなバングルを一つ、シルバーにしたことで、白の爽やかさみたいなものが保たれる、それを強調するようなアクセサリー使いをしています。で白っていうのもね、白ってちょっと太って見えるかもとか膨張して見えるかもって思われるかもしれないんですけれども、全体的に光、明るさとして見えるので、決して重くならず軽やかに着られるっていうのもポイントかなと思います。はい、これで全てのランキングのご紹介が終わりました。いかがでしたでしょうか。なんか着痩せってイコール何キロ痩せて見えるとかそういうことじゃなくって、自分が気になるところが、リラックスして気にならなくなるとか、全体的にすっきり見えるとか、女性の立体的な体がより美しく見えるみたいなことがもしかしたら一番大事なのかなって今回やってみて私自身も思いました。今後ねワンピース1枚で着られる季節がすぐやってきますので、ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。